はい、どうもしくです。ジョンです。佐藤です。今日の企画は、あざといなと感じる女子の言動20。はい。よいしょ。あ、宗太郎が、宗太郎がついに発した。今日はこんな俺か。謎の責任感からおいしょって言いました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いやいや、ということで、まああざとい女子の言動なんですけど、はいはい、なんかあざといってさ、なんかマイナス用語みたいな風に感じることもあるかもしれないけど、結局男は好きですからね。そうなんですよ。あの、好きすぎて俺は気づかん。そうやな。あざといって思ったことない。あざといっていう風に思わんもんな。常に可愛いなって。あざとさなんか、その自分という商品を届けるための PR なんですよ。かっこいいこと言う。あざといですよ。今日はかっこいいな。なんでまあ、やりすぎるとさすがに良くないかもしれないですけど、まあ僕らこういうのは、あざと、こういうあざとさは可愛いですよみたいな。はいはいはい、あの、まあ合わせて出していきたいと思います、はい、それでは出していきましょう。はい、はい、じゃあ、あの、少しだけ谷間が見えるお前、1回目は絶対お前谷間が最近ジョンの回答、谷間しか見えない。谷間から始めなあかんみたいなルールはなんのあ、ないの。俺そうだと思って谷間からなんか繋げてたけど、このヒントで出てきたら最近の政治上大丈夫かなと思ってる。全部谷間やお前。これいつもの谷間と違うのが少しだけなんですよ。あ、あいつもは大谷間だけ ど、ね、はいはいはい、ブリンのここまで見えてるやつ、ここの線がちょっとだけ見える。あ、いやいや、あれいいよ、始まりね、始まり、始まりよ。ここから始まる、海と川の境目みたいな、 あれが俺はすっごい好き。まあ、分かる分かる分かる。ブリンは嫌、加工って感じ。確かに、そのあざとさがいいかも。これぐらいがね、すごくいい。はい、はい、あの、冷たいもの食べて、うんーってやつ。おわー、こういうな、はいはいはい、食べて、うんってやつあるやつ。俺も出そうと思ってた。あるよな、あの、あー、うまいの時の俺はそう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 、くしゃ顔ね。あ、そうそうそう、うまさと、なんか冷たさと、なんか相まっての。わかるわ。そう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 、ありがとう。それぞれ思い浮かべてたんちゃう。それぞれの風味を噛みしめてしまいました。これ可愛いよな。可愛い、はい、はい、そうだろ。あの、バカでも分かるあざとさ、うん、パチパチ拍手。あー、 あ、そうそう、こうやりよる。可愛い、なるほどね。お猿さんですね、シンバルの。多分俺が唯一気づける、お前やっとんなっていうのは。あー、これは気づけるんだ。確かにね、これな、こんな角度がな、こんなする。しかも来たやつ、普通のシーザーサラダとかで、いやー言うて、いやいや、葉っぱや。あ、そっちか。あ、なるほどね。これはね、あの、やっとんなと思う。わかるんや。はい、あの、俺ってこの手の食い好きなんやけど、あの、これ頑張れとか言う時のさ、あ、普通に音頑張れって言うけどさ、なんか女子こう手の食い。女子はね、こうなるからね。そうそうそう、あの、走る時もこうなるからね。なる、確かに。そうそうそう、なっとる。これ弱いんや。たまに手刀で走るゴールけど、俺そっちの方が好きだけど。早い子な。そうそう、はい、はい、あの、クロス手伸ばしっていう、ほうほうほう、あの、女子って、はい、このコップ取りこうじゃなくてさ、うん、こう取らん、はい、こう、いい視点ですね。こうクロスなんや。はい、クロス、はいはい、クロスなんや。おーい、おい、おい、もう一回クロスして。クロスからの、はい、パイからの耳。おーい、体が向いたもんや。そう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 、走ってくな、走ってくな。なるほどね。いや、でも、これはちょっと今日のために俺、ヒロナカアナの、うん、あざと可愛い講座みたいなの見たんですけど、ありました。おーい、ここにあるものをちょっと取り分けるねみたいな感じで言うときに、こう行く、いや、そう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 、この角度とこの距離。そう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 、あ、ありがとう。これいいかな、クロス。なるほど、いいしてるね。クロス攻め、ありがとうございます。クロス攻め、3点攻めみたいに言うな。はい、はい、どうだろう。博多弁です。あ、シンプルにあざといんや。あざといのもう、あざといというのが分からんが、うん、好きすぎるんです。好きね、可愛いな。博多は可愛いよ。昨日たまたま渋谷を男の先輩と二人で歩いてて、まあ真面目な話してたやん、うん、最近会社どうなんですかって話してたら、あの、端っこの方から、うん、あー、何々くん、この帽子忘れとったって聞こえてきて、俺ら二人とも顔グーンなって。あー、確かに反応してまうかも。そう、不意に聞こえてきたから。可愛いよな。
肩かわいいよな。好きなんよ、水筒と言われて水筒よ目座っとうよはい、よいしょ。であれば、先生はこちらもご覧になったんではないでしょうか。ほう、ウィッカの有村架純。いや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 、何ですか。見てません。あ、なんかウィッカっていう何かわかんないんですけど、うん、の紹介みたいな感じで有村架純が恋愛する少女を演じるっていう、うん、あ、すいません、あの趣味の時間に見させていただきました。めっちゃあざとかわやったんやけども、最近先生と過ごしすぎてしらつきなさ。そんな似てるか。いやいや、似てないか。かすみ、そうさま、かすみ、かす、そうさま、しらつきます。それは、あの、心から謝ります。申し訳ない。これを見てもらったら多分みんな、あ、これが男の好きなやつかって分かると思う。そんないいんや。すんごい可愛かった。まあまあいいんだよ。はい、はい、はい、ゴミ取らせ女子です。ゴミ取らせ、あー、わざ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 、お前ゴミついてんだよ。え、どこどこどこ。これね、あの、取れるやん。確かにね、普通はさ、自分で、え、どこどこってこうやるやん。確かに、どこどこど、どこやん。これすごいよね。男にやってもらう系女子、あざといな。あざといな、確かに確かに。これいいわ。童貞の敵やったら、え、ちょっと待ってくれと。翻弄させたられば、俺はお前とお付き合いをしていないのに髪に触って大丈夫かみたいな。それは大げさやろ。いつの時代だよ。それぐらいのドキドキが襲ってくるやん。確かに確かに。あれはね、あれ好きになるからな。で、効果は抜群だよね。抜群、抜群。 A4 禁止になるから。はい、以上。最近僕の回答は卑猥かもしれません。棒状のものを加える。いやでもね、そうやな、わかるな、わかるわかる。全然、あのフランクフルトのリードしかり、あのカニカマの下側みたいな太いやつしかり。最近あの、なんとか、いや、なになになに、どうした。最近はあの、あれあれ、あの、あの、脂身の少ない鶏肉のやつ。ささあ、サラダチキンなの。サラダチキンの棒が出てる。そう、あらゆる棒が出てきてます。確かに現代には。確かにね。これさ、もう分かってる棒おるやん、たまに。おるおるおる。私の強みは唇だぐらい。おるおるおるやんな。おるおる、分かってますねみたいな。確かに。これ見よがしにっていう時はあざとそう感じるね。普通に食っとる分にはないけど。まあ、ほんでまんまと俺らは心持ってかれてる。いや、持ってかれてる。棒くわえな。ああ、あ、訳すな、お前。棒くわな。棒くわえっていうインスタのアカウントすごいな。いろんな棒のものをくわえてる女子をこう集めた。それは多分フォローします。全然今見てくれてる人と違う人がフォローしてる。20万人くらいのおじさんがフォローしてくれる。俺たちの新規の道は棒くわえ。棒くわえ。はい、この発言嬉しいんですけど、なんでそんなに面白いんですかみたいな。あー、いや、よくないこれ。ウレピン、なんでそんなに面白いんですかって言われてもやんな、これ。そうなんよ、知りませんと。ただ嬉しいです。え、これって現実で言われたことあんの。え、なんかめっちゃ爆笑してさ、後輩とかがなんでそんな面白いんですか言われるやろ。いや、俺キャバクラでしか言われなかった。じゃあ現実でそういう意味なん。じゃあ言われてないわ。あれ浮世やろ。あれ浮世やろ。でもキャバ嬢が言うんや。じゃあキャバ嬢は言うよ。ああ、そう、あざといやん、ちゃんと。そうそう、キャバ嬢あざといもんね。キャバ嬢は浮世やもん。じゃあここから俺のキャバ嬢シリーズが始まる。ああ、いいっすね。お願いします。はい、はい、はい、どうだろう。行ってくるね、ワンタッチです。ほう、あ、カバー嬢チェンジって、カバー嬢最近交代状と。一生じゃない。ありがとう、じゃあ行ってくるね。キャバ嬢やんけ、お前。キャバ嬢しか使われんやん、だから。これけどな、あの、弘中大先輩の動画にもあったんですよ。マジ強いなと思って。その上品な女性はこういうやつとか、もうこういうやつとかはしないと。だからちょっとトイレ行ってくるね、タイミングでちょっとトイレ行ってくるね、こうない。ああ、なるほどなるほど。こうとかこうとかじゃなくて、ここにトンってやつ出て行って、そして帰ってきたらただいまタッチ。あ、
繋がるんや。なんでや。ちゃんと言えんかい。頭の中にキャバ嬢を。あ、ごめんごめんごめん。俺で見てるから。そうそうそう。よくないな。はい、はい、どうだろう、距離感それでええのっていう、はい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 、これもいろんなパターンがありますが、はいはいはい、まあさっきのこれもそうやけど、はいはいはい、ここに物が落ちました、あーこう当たってる、あ当たってそうねこのパターンもあるし、 あと例えばこう3人で座って、ジョンが、あの俺最近胸筋ついてきてさ、落ちちゃったし、ちょっと触らしてみたいな、あで当たってる、おいおいおい、ここもそうやけど、ここおいおいおい、この距離やでみたいな、え2頭追ってんの、え2頭追ってんね、1頭も追ってんの、マジかすげえなそれ、えでも距離感それでええのって思うわけない、おる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 、チカみたいな、確かに俺宅飲みで膝枕してくる人いたよ、おい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 、俺が座ってたらここに頭乗っけてくるって、いやもうそんなんほんまに警報出したい、警報出したいよな恋やと思うからこっちは、俺のこと好きなんって思うよな、あ友達と付き合いましたあざといな、あざとい人はまあまあしてんのよな、あいろんな人にしてるとバレるとよくないよな、あよくない、俺だけにしてくれたら最高、いやまあそうやな、ほんまに狙ってるのであれば、そう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 、はい、はい、この子あざとかったんですけど、はいはい、この服いくらだと思うって言って、ほうほう、こうなんか俺見してくんの、この服いくらだと思うって言って、うん、俺視線がさ、どう見てもここに集中するんよ、そこを結構出してたから、はい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 、この服いくらだと思うって言って、この上に見上げて、うん、めっちゃこう、ちっちゃい見せてきてたから、うん、これは見てええんかなみたいな、見てはええよ、見てはええよあなるほどね、うん、誘ってた気したけど誘って変ね、変ねや、うん、袋値段なんかどうでもよくないの、いやいやでも、いや大学時代さんざん俺らは勉強したやん毎日のように夜コンビニの前でタバコ吸いながら今日こんなあったけどあれってどうなんみたいなお互いに役割としか言わないからいやそれはな、いけるでみたいな、いかれへんねん確かにいかれんか、ひもで塾してたはい、アイジョン、ほっぺ膨らませっていう、あーあざとい、おーいかわいいもん、確かに、うん、ジョンでもこれはちょっとかわいい、マジ来たとろとろとろ、俺がかわちいきそんな喜ぶだっていつ言ってもお前のせいで犯人してるかわいないね、あの時間返せよりとろとろかわいい、ついにこれはちょい可愛いやったな、シャーシャー、俺で可愛いってのはとんでもなく可愛いってことだよね、可愛い、うん、可愛いのよ、うん、まあ今のはもうほっぺ膨らませよりそれで喜ぶジョンが可愛いかった、ほらでもなんかそのこっちがちょっとかすんだわ、うん、確かに確かにいやいややめろ、あのしゃべくりの有村架純のアップップ知ってる、鬼可愛いぞ有村架純やん、有村の話ばっかりしてる最近有村兄やから同い年らしいで、まあまあ、妹やから腹違いの、うん、もう同い年やった、そうそうそう、はい、アイジョン、妖怪首かしげあーなるほどね、これは確かに至る所で出没する妖怪だね、そうです、そうなんですよ、しかも座ってないんちゃうかってやつ私、この前さぁだいぶあらたといてね、心配だよ、ね、心配やなこうも持ってあげたわかんないはいたまにしか電報が嬉しい、まあ、そうやな、そうやな、え、うん、みたいなね、うん、あ、かわちいないよな、え、ってかわいいよな、かわいい、かわちいなのよ、これ、あの、仕事の時とかもさ、うん、あの、上司やとして、うんうん、あの、先輩のに、うん、もう素で、え、って言っちゃう子が、うん、あー、あー、なるほどね、タメ口のやつか、私生活も、はいはいはい、いいけど、うん、仕事もいい、今首かしげながらえっていう声がちょっとのぶとすぎて脳がバグってた、いやそうやねあれどっちに言えばいいのかな、怖いねえのかな、待って待って、ちょっともう一回やらしてもらって、うん、かわいいやつ、えマジで嫌やわキャラブレてるわちょっと
皆さんコメントお待ちしておりますマロンについて、ね、やめてくれマロン相談について、決してくれどうだったのか汗がすごいんやから今はい、ということで、いやかわいい、なんか思ったより盛り上がりすぎた、かわいかったね。まあでも基本的にはやっぱかわいいわ、かわいいなっていうのは、やったほうがええな、やったほうがええと思う、武器やから、武器やな、女にしか使えない武器やから、もうこれぐらいでええからな、はい、皆さんぜひやってください。ということで、ありがとうございました。